こんにちは、向井金プレイヤーのフォルテです。今回はまさかの OB2 弾登場しましたので、今後のガチャスケジュールを改めて年末まで予想をし直してきましたので、そちらをご紹介をしていきます。またターニングポイントの過去のランキングでの消費エナジーだったり必要なボーダー数のご紹介をしていきます。僕自身4連続でターニングポイント走っておりますので、選択 S に必要なところを目安にしてみてください。さらにランキングとアニバ2弾どっちもね、しっかりと選手獲得したい方向けに、現状あればギリギリなんとかなりそうなエナジーの目安もご紹介していきます。よかったら参考にしてみてください。ではやっていきましょう。ではスケジュールから見ていきましょう。選択契約書付き福袋はね、かなり予想されてましたが、まさかの2段からのスタートとなりました。バースピニュースのあの1228という数字は何だったのかなというところで、コナミさんに遊ばれた感がね、個人的にあるんですけれども、とりあえず確定しているのが15日まで OB2 段、さらにアニバーサリー2段が15日から22日となっております。で、他で言うと一応12月の8日からスパーク3段がほぼ濃厚なのかなと思っておりまして、理由はここから無料10連スパークコラボ S 確定の無料10連があるからというところになっております。他は確定してない状況ですね。なのでアニバ2段以降なんですが、22日におそらく通常追加はね、ほぼ確実であるのかなと思っております。選択契約書付き福袋が来るとしたらここしかないのかなっていう印象ですかね。通常追加と一緒にね、去年10ポジション追加時点での登場となってましたので、ここで2ポジション一気に追加とかは全然あるのかなとは思っておりますので、まだ一応完全にないと決まったわけではないので、期待している方は備えておくべきなのかなと思います。それ以降は一応スパーク 1,2 段があるはずなんですが、8日までの間にしっかり収めないといけないっていうところと、スパークの100人分の1の企画の放送第2週が、26日からあるというところもありますので、その直前とかのね、24、25っていう可能性が、キャンペーンの区切りとかでもありますし、少しありそうなのかなと思ってますので、とりあえず1段が24か25、2段が12月の1日か2日ぐらいかなと予想させていただいております。なので選択福袋の 2,3 日開催っていうのがちょっと不自然なのかなっていう感じはしますね。正直周年記念福袋という名前なので、来るなら11月中じゃないとね、12月とか開催してもいつの話してんのって感じになりますんで、11月なかったら今年ちょっと可能性が薄まるのかなって気もしますし、もう傾向を崩しまくってきちゃってるんで、しれっと12月とか1月とかダウンロード記念ですよっていう感じで選択契約書付きとかもね、ありえるのかなっていうところなんで、非常に予想が難しくなっております。では続いて12月見ていきましょう。スパーク3段が15日までと仮定しますと、ここからは完全に去年と同じような構成で当てはめてみました。15日からワールドスター3段と通常追加、そして去年と同じく OB の3段が7日間開催ですかね。この段は比較的渋めなラインナップで、60連目 GS 確定のシステムっていうところに行っておりました。で、そして注目のダルビッシュセレクション、これが27日から開催が濃厚かなみたいな感じにさせてもらってます。トップクラスに豪華な OB になりそうというところで、去年も田中将大セレクションが年末段というところもありましたし、かなりダルセレが年末説っていうのはね、濃厚なのかなと思ったりしております。引きたい方はその後年末に来る、名目新年福袋っていうのかな、そちらを引いてもらったりするのがいいのかなと思うので、50連でダルセレ選手を狙うっていうのもガチャ計画に入れてみるのもありなのかなって感じですかね。以上がざっくり年末までのスケジュールね、改めて踏み直してみましたので、皆さんの予想もぜひコメントお願いいたします。それではターニングポイントのランキング情報を見ていきましょう。今回の OB では結構強い選手がいるので、欲しい選手がいる方はガチャで当てるのはかなり難しくなってますので、欲しい選手を確定でゲットしたい方はランキング報酬で選択 S ランク契約書をゲットする必要があります。で、順位帯は前回とは変更がないというところで、とりあえず3万以内には必ず入りたいところかなという風な順位になってますね。そしてまずは必要ボーダー数、前回前々回とか見ていきましょう。3万で言うと前回が3300万くらい、前々回が2600万くらいという風になってましたね。だいたい前々回だと累計7回分くらいっていう感じでしたが、前回は少し激しい争いとなって9回から10回ぐらいのボーダーとなっておりましたので、累計1回が、ボーナスによりますけども、ざっくり3時間ぐらいだとすると、それかける7、8回、9回、10回とかね、いった感じの時間が必要だったのかなというところですかね。これはガチャの引き方とかによっても変わってくるのかなと思います。では続いて必要エナジー数ご紹介していきます。個人的に過去4連続でターニングポイントを走った際の記録になっておりますので、人によって誤差はあるのはご了承ください。ただだいたいこのイベントだと500エナジーとか、前回でも600エナジーほどで選択 S 契約書をゲットすること
ことができてましたので、かなりコスパよくゲットできやすい、無課金にとっては優しいイベントにはなっております。前回の TS サンダーに関しても争い自体は比較的激しくなったんですけど、それでも実質603エナジーで選択 S 契約書を個人的にゲットできました。まあ、内訳は A 確定スカウト125のイベント消費は508というところで、まあ、そこから帰りのエナジーとかがランキング報酬とかありましたので、それぐらいでゲットできたっていう感じですね。まあ、スタミナ回復使ってなかったら実質638の消費で獲得っていう感じになっておりました。なぜこんだけ少ないのかっていうのは、やはりこのイベントでは完全自操作でやるしかないというところと、1試合ずつしか進められないというところですね。他のイベントだと自動も使えたり3倍試合とかもあったりするんで、それによってかなり追い上げがしやすくボーダーが上がりやすいんですが、こちらではなかなか進みが良くないものになってるので、まあ、そこまでボーダーが他と比べて上がりづらくなっております。僕はどのイベントでも全部自操作でやっていくっていう感じでやってるので、まあ、暇人だからできるんですけれども、まあ、そういう人にとってはすごく嬉しいけども、あんまり走る時間がない方に関してはかなり苦痛になるのかなっていう感じですね。エナジーはすごく少なく済むけど楽はできないよっていうイベントですね。で、今回の消費エナジーどのくらいになりそうかっていうところですが、まあ、正直実際のペースを見て前回と比較しないと大まかになせないところなんですけれども、ペース見ないで言うんであれば、とりあえず前回の TS 3段よりかは少しボーダー上になるのかなと予想しております。まあ、やはりメンバーが、まあ、3段と比べても比較的やや上ぐらいになるのかな、まあ、同じかそれ以上かぐらいだと思いますし、時期的にもかなり早めの登場というところがありますので、まあ、その点でぜひとも獲得したいなと思うユーザーが多いんじゃないかというところで、前回よりも必要エナジー数はもっと多くなるのかなと予想しておきます。ただこの合計消費のエナジー数は人によって走り方によって変わっていきまして、一番少なく済むのは A ラン確定スカウト5連のみの進め方ですね。おそらくまあ2日後かな、今年の TS からイベント登場2日後に来る傾向が固まってきてるので、まあ、10日に来ると思ってるんですが、まあ、このガチャ5連だけ引いて進めるっていうになってます。理想はそれまで自然回復で進めてガチャを引いてからエナジーを使い始めるっていうところですかね。まあ、これは実感のある方向けとなっております。で、他だと初日から走りたい方は OB10 連とか引いてから、まあ後にボーナスが 30% 未満のところの人数分だけ A 確定を補填するっていうやり方もありますし、初日から一気に30連して A ラン確定はもう引かないみたいなやり方もあります。まあ、今回は複数人結構強めな、リアタイ的に複数強めなね選手がいますので、欲しい選手が多すぎるっていう方ほど割と30連でも比較的ありなのかなと思ってますので、自分に合うものを検討してみてください。時間なさそうかな、不安な方は特に30連ねありなのかなって感じですかね。まあ、イメージとしては A 確定スカウトだけでいった場合は、まあ、とりあえず合計消費750から800ぐらいとイメージしておきます。で、30連初日に引いた場合だと、まあ、そのプラス500ぐらいのイメージですかね。そのくらいの合計消費があればなんとかなるのかなと現時点では予想させていただきます。まあ、選択契約書付き福袋ね、諦めればその辺は用意できるかなと思うので、まあ、そこと一応天秤にかけてって感じになりますかね。ってところでアニバ2段とかも引きたいんだけど今 OB 走ってもいいのかなっていう方向けに目安をご紹介しておきます。明日の11月9日に持っていれば、まあ、それぞれのガチャの終了日にギリギリなんとか引けるんじゃないかという目安になっておりまして、まあ、とりあえずランキングに関しては多めに考えて一旦900エナジーとさせていただきます。その前提での明日持っておくべきエナジー数なのでご了承ください。まあ、ペースはまた後日ねご紹介をしていく予定です。福袋は22日から24日という想定に一応してます。まあ、これが一応最短だとは思っているのでアニバ同時開催はないかなってところで、その日程での数字となっております。なので個人的にも今回ランキングを走って、まあ、企画でね必ず消費エナジー記録しようっていうところで走るの確定してるんで、走ってアニバ2段もガチャを引いて、まあ、選択福袋も登場したら引きたいので、まあ、現時点で3200、300持ってる必要があるっていうところなんですけど、まあ、現状僕4000は持っているのでなんとか大丈夫で余裕を持てるのかなっていう感じになってます。まあ、そんな感じで自分の引きたいものと照らし合わせて参考にしてみてください。まあ、あくまでざっくりとした目安なので参考程度によろしくお願いいたします。で、ちなみにアニマ2段終了以降でワールドスタートが誰せで引きたい方はもうちょっとねさらに余裕を持つ必要があるのかなっていうところがありまして、2段終了日から、まあ、先ほどのガチャ日程で言うとワールドスター3段の終了日までに、まあ、プラス900程度しかできませんので、まあ、さっきの残すべき数字プラス余分に600ぐらいかな余裕を持つ必要があるのかなって感じです。で、ダルセレに関してはアニマ2段終了後から先ほどの日程であれば1400ぐらいできそうかなというふうになってますので、余裕があるのがいいのかなと思いますので、まあ、そこもしっかりと引きたい方に関してはその余裕分も考えて今回の OB をやっていいのかアニバ引いてもいいのかっていうところの参考にしてみてください。ということで今回は今後のガチャスケジュール予想とターニングポイントの過去のランキング情報などをご紹介させていただきました。実際にイベントを進める時の注意点は過去動画よかったら見ていってください。概要
要欄にリンクを貼っております。結構やるべきことできているかできないかで消費なじね、他のイベントよりも大きく差が出るものになってますので、ぜひともしっかりと確認していただければなと思います。おすすめの特典とかに関しても同じくね解説してますので、そちらも参照してみてください。次回は OB2 段の獲得おすすめ選手、 S ランク A ランクともにご紹介をしていきます。他にも無課金向け動画等を作っていく予定ですので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンの方もお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。